はい、どうも、二度薫です。はい、どうも、二度薫です。今ですね、野盗に襲われています。ピリジャーって言って盗賊が出るんです。はい。で、3体出てきて、今1体なんとかやっつけたんですけど、まだ2体外にいて、今日からですね、今回は洞窟探検をするって言ってたんですけど、手前の方だけでも巻き潰しするって言ってたんですけど、それどころじゃなくなってしまいました。ちらっとね、あれ？いない。声がしない。あれ？家の中にいると声がするの？どういうこと？ってことは裏にいるってことかな？いいんじゃん。この距離では襲ってこないのか？なんだ、どういうこと？結構遠くからさっき襲われたんだけど。こうやってね、だから洞窟探検で洞窟の中にはモンスターが出るから剣も作ったんですよ。よかった、剣作っといて。探知してないのかな、この距離で。近づいたら来るのかな、そういうことかな。向こうも警戒してんのかな。野盗ピリジャーって言うんですけど、ボウガン持ってるんですよね。飛び道具なんですよ。もう2対1とか圧倒的に不利なんですよ。1体ずつ引きずり出したいんだけど。あ、来た。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。いや、もうそんな2対1ずるいよ。2対1ずるいよ。大丈夫、隠れたら大丈夫なはず。大丈夫やんな。よかった、諦らないんだやっぱり。どうしよう。もうピリジャーは放っておいて説明しようと思います。今回はですね、湧き潰しですね。前の丘に穴が2つ開いてて洞窟があるんですけども、まあ手前の方だけでも、松明を置いてモンスターを湧かなくする、それが目的です。はい、というわけで道具も準備しました。いけてるな、これでいけてるはず。いや違うよ、これが味噌。金のインゴットとレッドストーン、これね、この家の下を掘って拾ってきました。まず、ツルハシですね。必要なもの、ツルハシ。はい。掘りながら進むんで、ツルハシが絶対いります。それと、洞窟の中には、モンスターが出るんで、こっち、剣。剣がいります。っていうことですね。はい。で、まあ、石とか木はね、向こうで物作るんで。で、金のインゴットと赤石。これで何をするかと言いますと、あ、ちょっと先にね、この下をね、掘ったんですよ。まあ、いい塩梅に金と赤石が出たんですけど、掘りながら、こう、鉄とか石炭をね、こんな感じで見つけてって、一番下までとりあえず掘りました。で、うまい具合に金が打つと、赤石が20何個見つかったんで、で、金と赤石で何をするかというとですね、違う、これはコンパス。あった。時計。昼と夜が分かるんですよ、これがあると。なんで、この時計をね、金ちょっともったいないな。
金はやっぱり貴重なんですよ。で、この時計を見て夜になったらベッドで寝ると、洞窟でも周りにモンスターがいなかったら寝れるんで、で、まあ、あのね、上でモンスターが湧くのをそれで防ごうと。ビリジャーうるせえな。よっしゃ。もうあの、ビリジャーはほっといていきましょう。多分ね、2、3日で、なんか周回してんのかな、あいつ。2、3日ほっといたらいなくなると思うんですけどね、また。そんなの待ってらんないから。なんか、かなり近づかないと探知しないみたいなんで。いる？よく、いるか？裏にいるんだろうな、でも。拠点の中にいると声が聞こえるってことはね。ちょっとほっときましょう。はい。そして、まず、最初の洞窟はこちらです。こちらの縦穴。すごい下までズドーンと行ってるんで。とりあえずここをですね、あの、この縦穴の外周をぐるーっとこう、回りながら階段状に掘り下げていって、とりあえず見えてる一番下のとこまで行こうと思います。ね。こんな、見えないや下まで。あそこにあるか。あそこまで。あそこまで行きます。はい。こうかな。で、まあ、こんな感じでですね、こう、外周をだんだんにこう、階段状に掘って、とにかく下を目指します。で、あの、鉄とか見えてるんで、はい。これ、こう、降りながらね、拾っていこうと思います。うん。なんで、まあ、湧き潰しというよりは、今後のことを考えて、この洞窟に関しては、下まで降りる道を、安全な道を作ると。まあ、それが目的ですかね。そんな感じ。そんな感じで、いきます。ゾンビとクリーパーがいます。ゾンビとクリーパーがいますね。はい、上からチラリと見えました。まあどうしてもね、湧くだろうなとは思ってましたけど。さあ、緊張の一瞬。あ、結構上から石が落ちてたな。クラ、まだこれより下にあるみたいですね。もう何メーターか。やばい、いるやん。いたいた、いたいた。ちょっと一旦離れて、探知できないところまで。あの、階段掘りで降りてるんでね、階段爆破されると下手すると上に帰ってこれないとかあり得るか。あ、まだダメか。まだ明るいのね。大丈夫。もうね、これのために、ほらほら、剣作ったから、ね。この日のために。まあ、あの、ピリジャーとの一戦で使っちゃったけど、見せちゃったけど。見つかったな。正確にトレースしてくんな、こっちを。大丈夫。あの、ほら、こうやってね、ノックバックするんで、殴りながら戦えるんですよ。
あ、いや、何をしよう、俺。時計が大事。時計が大事ですよ。時計が大事です。ちょっと やばい、暗いんじゃない、これ。これは暗いんだろう。で、ほら、やっぱり暗い。とりあえず寝て落ち着いていこう。時計、ですね、アイテムは、テンパってるぞ。アイテムは、もう一回、拾わないままもう一回死んだり、この状態で半日ぐらい経つと消えます。はい。ちょっと時計だけ頼むよ。あった？拾った？あ、拾った。拾った。よかったー。まあ、よかった、時計が見つかって。わあ、穴ポコだらけ。ちょっと、松明、巻き潰しないとね。危ねえ、テンパってるぞ、落ち着け。整備をして周辺を巻き潰します。探索はまたいつか奥まで行きましょう。手前だけでいい。で、どっかでこれ広いから壁作んねえと。こんなんでいいよね。これぐらいで。帰ろう。一旦帰ろう。